はい、どうもリッチです。さあ今回もネクロネイターレッドロング続きやっていこうと思います。さあアップデートに向けてね、カードの詳細とか把握していってるんですが、結構レリック多いですね。今回だけでもね、見たことないレリックが3つも来てるんで、これもだいぶ増えるのかな。何種類あるんでしょうね。でユニットとしてはね、あんま使えなかったこのデーモンメイジ君強化しまして、2個あるんですけど、一つがめっちゃ能力アップね。で、一つがこの、能力は、ベースは変わんなかったかな。だけど、出すと手札のマナを下げると。マナ下げ要因にもなりうるカードになるとね。だから、これ、この30のカードの効果がついていると。いった感じかな。あ、今回とりあえず、この HP アップは上げようかなと思うので。まあ、勝たないといけないですけどね。これ負けたらね、すぐ終わりますね。一応中ボス戦、ここ大変なんだよね。そう、ここ越さないといけないか。だからここまでに越せるデッキを作れるかどうかね。初手弱いな。これ使っちゃってもいいかな。あ、ステルスじゃないこれ。あれステルスなんだ。へえ。使っちゃおう。うわ、手札やばいってこれ。出せないでしょこんなの。なるほどね。こうこそすぎるんですよね。下げるカードもあるはあるんですけど、バランス悪いか。引き直せばよかった。出せなくねこれ。これでいったとして、これか。でも食らっちゃいましたね。まあ、このデッキね、序盤力はないので、なんとか中盤力でいかないといけないか。だこれ出せればいいので、下げるカードが1枚くればいけるかな。1回くれば。重いってこの2枚、ちょっとこいつで無理なら無理かな。ステルスだけど耐久はないんだな、あいつ。これもそうか。これよし来た。ようやく。これ下げているので、爆弾いけるかな。どうした。あいつ無視した。作戦を無視している。あの強いの。うわ、そのまま行って、おい、引かなくていいって。そこまで行ったんなら行けよ。爆弾行け。さあこれスタンピード負けするぞ。絶対にこの時間で行けますかね。あれ何あれ、死んないけど回復してと。無駄死に入るね。だいぶ強いからうまく使えてればよかった。3000期待しか持てない。ここで今出すカードで決定しちゃうかな、最終戦。ここにでも行かないといけないんだよね。ここ勝ってほしいな。メイジコンボいきましょう。20で下げて、出して下げて、
あ、これすぐ来るね。ここの軍勢で行かないと終わってしまう。よし、突破した。残り1分。爆弾がなんとか渡りましたけども、30秒で厳しすぎるぞ。回復20秒。20秒か。敵なんとか倒していますけど、7秒6秒。残り1500。きついな。あ、800。いやー、これは何とかこのスタンピードごと突破できないか。ん？こんなもん。羽生き玉がクソ強いとかあんのかな。あ、来た来た。あれ？ぬるいですね。だい、あー、でも普通に弱くはないな。いけるいけるいける。一発ぶちかませ。オッケー。や、危なかったです。お、 HP のやつ来た。これ 40HPS10 秒間。これそれの強化版ね。 80HPS ラジエで20秒間で1回で消えちゃうよと。回復これ。アーマー、あ、いいね。アーマーゲット。なんか違うね。回復の雨かな。なんか80秒間なのかな。20秒間最大80なのかな。どうなんだ。回復量がイメージ分かんないけど、20秒80回復し続けるのか、20秒間で80分回復するのか、どっちだろう。80分かな。だとしたらこれ強すぎるよね。80回復するエリアができるみたいなことかなと捉えよ。都合よくね。よしよしよし。とりあえず爆弾あげるか斧あげるか。 HP も気になるんですけど、これ気になるな。ちょっとあげて引くとか入れる。いや、これやろう。左が 100%。 お、 100% 倍で、右アーマーがつくね。5アーマーか。アーマーがね、正直ね、あんま実感がないんですけど、アーマー魔法が3上げるとかだったんで、それを考慮したら5ってだいぶでかいんじゃないかな。5にしよう。アーマーと得がたいものをね、ゲットしてと。いやー、よかった、勝ててね。粘り強くと。ショップある？ショップが、あ、やっぱショップない。終わった。じゃあめっちゃ強化か。回復した方がいいと思うんですけどね。もういいです。回復上げてみようかな。結構使うんで、多分でも回復量だと思うんだよね。回復量ともう一個が何かだよね。グラデーター気になるんだよな。高コストキャラ多分上げたらね、こいつみたいに多分つくんですよ。ブルートやるか。アイアンスキン、
硬くなる、HP が減ったら硬くなると。これでしょう、前衛キャラなんで彼は。いらない、攻撃力なんていらないね、上がるんで勝手に。硬くしていこう。しかも HP が上げれてるんで効果だいぶね出やすいんじゃないかな。 HP 高い段階でできんじゃない。これ初動来たんじゃない、これ初動。どっちから来るかな、初手こいつで落とせないかな、113でね。どっちから来るこれ。あーそっちか、間に合うかな。スルーしたらいいですけど、しそうだね。あ、来るかどうかでね、次こ、あーいや、され、オッケー、ナイス。回復引いときたいな。回復は来ない。上から撃つのはずるくない？オッケーオッケー、今更いいか、よし使っとこう。来た来た来た。でもこれ一回使ったら消えるんですよね、使うタイミングわかんないな。これいいか。でかめっちゃでかいんだけど、それは強いね。どうしよう、まあ、これ使って下げて、でグラディエイターから、あ、これ先行くか。さっきの最終局面に使いたいけど手札がね圧迫されちゃってんの痛いよね。こいつ HP いる？あ、来た、アーマーとか。お、いいね、こいつなら合うね。使ってみるか。えい、回復の、お、めっちゃ回復する。いいねいいね。お、これは強いけど全然いない前に。やられちゃったね。もっと多い時に使えば強いですね。アーマードブルド強化したいな。使っちゃうか。来た来た来た。ここにめっちゃつぎ込んでいきます。終わっちゃうかな。でも終わりそうだね、時間はあるんですが。こんだけ強かったらね、爆弾もいったし終わるか。はい、ドン。今回決まったね、爆弾、ナイス。だいぶ複数のコンボがね組めるようになってきましたね。お、来た来た、こいついらないかな、もう今更です。いやー、安定感というより破壊力がありますね今のデッキに。で60キャラの強化が相当幅が効くからいいね、硬くなると。あ、これ1個目のところにゴルシェ使うか。これあれば絶対負けないんで。どっち来るこれ。じゃあね、下で爆弾いったら勝つな。一人死にかけたら、ここかな、よし。で、このアーマードブルートでかけましょう。ためにためるか、じゃあここは。こいつ出しますか。やるね。お、いいね、コストダウン。
これ使うかな。使っちゃうか。全く意味ないですけど、タイミングがないんで。じゃあここでマナーアップの、お、攻撃アップきたね。103からやっぱ上がるか。適用されてるね。また終わりそうだな。これ出しちゃうか。いや、まだいけるな。まあ、2000あるんでだいぶ硬いんですけどね。よし、じゃあこれでやるか。上げて、あ、もったいな。あいついけたね。いっけ、2500ブルート。さあ、つこであるでしょうか。終わりそうです。ナイス。と、ためすぎだね。まあ、逆に負けてもいけるっていうね、安心感ありますから。あ、タフグラント、赤くするんだね。リジェネレーション、 HP 上げて、これ最強じゃない。あー、これは来たね。50か。マジ、ほんとリドローしようか。あとは60いないんで、もうないか。50の枠でグラデーター強化もありですけど、そうですね、まあ、ここは使い切りなんで、正直強化したところでってあるので、まあグラデーターかこの辺だよね。マナコスやろうかな。左がコスト半分で、右か、右がコスト半分で左が1枚引くと。まあ、引いてやった方がいいよね。ちょっとね、あんま溜めずにいこっかな。まあ、逆に言えば遊べるだけ余裕がありますからね。まず初手キャラがいないというね、悲惨な状態から始まっていくと。あ、こいつマジか。あ、これいいな、合わせれるね。下げて、これ使っちゃって、あ、こいつ出てくるのか。死んじゃった。回復多すぎるんだけど。使いたいですよ、使いたいですけど、いけんじゃないかな。もう使っちゃおうかって。さあ戦闘始めよう。あとこれ一旦使いましょう。速攻で行く場合はもう低い順から使いまくろうかな。だいぶ殴れそうだね。あ、ステルスがだいぶ効く。もういけそうなとこまであるよ、これ。あ、いったな、これ。最終戦地味すぎない。ナイス、さすがステルス。さあ、まあ終わっちゃいましたね。最終戦がけなすぎましたけど。まあ、こんな感じだね。これはね、5レベルになったってこと？さあ、一応ね、まあ前やらなかったカード強化をより進めていきました。
レベルが何バクったんでしょうか。1レベルになってますけどもあれどうしたんでしょうか。まあいいかとりあえずねここにしますか。